ロスキレ条約は、北方戦争中の1658年3月8日、2月26日、デンマーク領のロスキレで締結された、デンマークノルウェー王フレデリク3世と、スウェーデン王カール10世の間の条約。表情侵攻により大敗した、デンマークノルウェーは、独立を保つために、ロードの3分の1にあたるスコーネ地方、ブーヒュースレーン地方、ブレイキンゲ地方、 トロンデラーグ地方、ボーンホルム島をスウェーデンに割譲、ブレムセブルー条約による、ハランド地方への請求権を放棄した。条約が発効した後、スウェーデン軍は、デンマーク・ノルウェーでの戦役を続けたが、デンマーク・ノルウェーと、ネーデルラント連邦共和国が同盟したため、デンマークからは撤退せざるを得ず、1660年のコッペンハーゲン条約で、ボーンホルム島をデンマークに、 トロンデラーグ地方をノルウェーに返還した。それ以外の活上地は、スウェーデン領のままとなった。北方戦争の最中、スウェーデンを1658年2月11日に、カール10世は、ユトランド半島を渡って、氷上侵攻を観光、デンマークのシェラン島を占領した。予備条約のターストルプ条約は2月18日に、最終条約のロスキレ条約は26日に、 締結された。スウェーデンは同時期にノルウェー西部のロムスガルに侵攻したが、現地の農民がスウェーデンの徴税と徴兵に激しく抵抗。スウェーデンからの総督は、不評一個中隊と、騎兵50人を派遣して、ようやく徴税できたありさまだった。そのため、占領は失敗した。ロスキレ条約の締結後に、フレデリクス坊上で行われた祝縁。条約の内容は、 下記の通りである。カール10世は、ロスキレ条約に満足せず、彼は7月7日に、ゴッドルプ城で行われた、数密委員会議でデンマークを完全に消滅させる、ことを決定した。そして、何の警告もなくロスキレ条約を破って、再び、デンマークノルウェーを攻撃した。続くコペンハーゲンへの襲撃ではオランダが1649年の条約に基づき、 デンマークを挑発もなかった侵攻から守るために遠征艦隊と遠征軍を派遣した。オランダ艦隊がエーレスンド海峡の海戦でスウェーデン艦隊を破ったこともあり、コッペンハーゲンの住民は抵抗に成功した。スウェーデン軍はミヒルデロイテル提督率いるデンマーク・オランダ連合艦隊に阻まれてランズクルーナとデンマークの諸島に分断され、 翌1659年に撤退を余儀なくされた。一方、ノルウェー軍はスウェーデンの占領軍をトロンデラーグ地方から追い出すことに成功した。その結果、1660年のコペンハーゲン条約ではトロンデラーグがノルウェーにボーンホルム島がデンマークに返還された。コペンハーゲン条約によるトロンデラーグ地方の返還は スウェーデンの占領に対する現地の激しい抵抗を原因とする。スウェーデンの占領は歓迎されたか、少なくともすぐに抵抗されずに済んだが、スウェーデンはトロンデラーグ地方に徴兵令を敷き、15歳以上の男子2000人をスウェーデン軍に徴収してポーランドとブランデンブルクで戦うよう命じた。カール10世はトロンデラーグの住民がスウェーデンの占領に対し反乱を起こす。 可能性を考え、成人男子の大半を、故郷から引き離すべきと考えた。徴兵された人々のうち、故郷に戻れたのは、約3分の1だけだった。また、統治を容易にするために一部スウェーデン領、エストニア公国に強制移住された者もいた。トロンデラーグ地方の男性はすでに多くが、デンマーク・ノルウェーの陸軍と海軍に徴兵されていた、ため、スウェーデンの強制徴兵は、 トロンデラーグ地方の男性をほぼすべて徴収した。結果は壊滅的であり、農地で収穫する人手が不足したため飢饉が起こり、トロンデラーグ地方の歴史家の一部はこれをトロンデラーグ人のジェノサイドであると考えた。数ヶ月間だけながら、スウェーデンの朝税と朝兵は大きな憎しみを生み出し、デンマーク・ノルウェーの団結と愛国心を引き起こした結果となり、 向こう80年間スウェーデンによるデンマークノルウェー侵攻への対抗を強める結果となった。スコーネ地方はロスキレ条約の第9条によりスウェーデンに割譲されたが、スコーネ住民の特権、古い法律と慣習の継続は保障された。しかしながらスコーネ地方はだんだんとスウェーデンに融合されていった。スコーネ貴族はスウェーデン貴族に同化され、 一般的なスウェーデン貴族の家系と同じ権利と義務で、スウェーデン貴族院に迎え入れられた。スコーネ法は1683年に、スウェーデン全国の法律に置換された。同年には、デンマーク全国で施行されている法律が導入され、中世スカンディナビア法も置換された。そして、1686年には、スウェーデンの教会法が導入された。ありがとうございます。